アイドルジェネレーション、ここからはアンジュレイブが番組をジャックしちゃいまーす。イエーイ。まずはメンバーの自己紹介をします。はい、アリエルこと吉橋アリサです。はい、リカマルこと佐々木リカです。ミズピョンこと西郷瑞希です。ユアモンこと水野ユアです。こんちゃんこと小野夏実です。はい、そんなアンジュレイブですが、はい、なんと、はい、アイジェヌラジオに遊びに来るのは半年ぶりという。そうなんだ。全然呼ばれなかった。待って、その前にさ、ユアモンの声がね、かすぎて。みんなまた元気に行こうよ。せっかくジャックしてるんだからさ。今日も元気だね。元気にジャックしよう。元気にジャックしましょう、はい。いや、嬉しいですね、半年ぶりに呼んでいただけて、ね。もう今日ここにね、聞いてくれてるみんな、アンジュレの、耳寄り情報をたくさん話していきたいと思いますけれども、はい、気がつけば2018年ももう残りあと1ヶ月。ギョギョギョ。ことでね、早いね。ねえ、ギリギリに呼ばれて。本当によかったね。そうだね、今年のうちに。今年呼ばれないと思ったよね。年越ししちゃうわ。もうありがたいということで。ありがとうございます。ありがとうございます。メンバーなんか思い出に残ってる出来事とかありましたか、うん、今年。あ、思い出。でも今年はなんか今まで行けなかったところに遠征に行くのも結構あったので、うんうん、あ、海外とかね。そう、そうだ、頭に行きましたね。そう、1月だったもんね、最初。そうだ、始まりに。今年の最初、海外、タイ、タイに行きました。行きました。初海外でした、私は。あ、もう人生が。はい。え、そうだったんだ。そう、もう初めてあんな長い時間飛行機に乗って。どうだった、どうだった。うん、なんかね、ご飯が食べられなかった好きな甘い感じさまあね、警戒しながら食べてたよね、すごい。機内食ね、うん、本当に全部食べれなくて。機内食食べたの？そうだよ。え、機内食ももう、日本から出てる便でも機内食はもうタイなの。あ、そっか、水着、水着は行ってないんだよね。機内食食べたことない。え、そうなの？だって行ったことないもん、海外。あ、そっか、海外行ったことないね、そしたら。でもやっぱり、ゆあちゃんが張り切ってて、うん、本買って、あ、そうなの？しおり？付箋つけていっぱい。そう、ちゃんといっぱい勉強して、あ、タイの文化とかね。そう、なんかそうなのよ。え、なんかそういうのさ、すごくさ、張り切っちゃうタイプだから。あ、今ね、今日なんか言ったり。いや、あの、あれかな、今なんかもう話すのやめようかなって思っちゃったんだけど。違うの、あの、うん、思い浮かんだのが、なんか露出とかダメじゃん。なんか、タイの。あ、なんか、お寺とか参拝する、うん、そうだね。そういうことかなと思って、マナーとか。あ、でもさ、ラジオとかでもさ、うん、あの、なんか、勉強したよね。タイの。したね。やったり。そうだね。その時期はもういろんな番組全部がタイの勉強だったの。で、行ったら行ったでさ、私たちほんとタイかぶれ激しくてさ、しばらくコップンカーだって会いに行った。日本にいながらもみんなでコップンカーとかずっとやってたよね。そうだね、すぐ被れちゃうね。楽しかった。楽しかった。他にも遠征いっぱい行きましたね。沖縄行ったじゃん。そうだ、沖縄行った。沖縄初ですか？うん、沖縄初。え、人生で初ですか？いやいやいや。それは違います。アンジュレイブで初です。アンジュレイブで初めてです。うん、楽しかったよ、ね。暑かった。暑かった。タイも暑いし。暑いとこばっかだね。暑いとこばっかり。の南国ばっか行ってるんで。ねえ。でもファンの人もすっごい楽しんでくれてて、一緒に遠征とか来てくれたりして。いっぱい来てくれたよね。そう、みんなですごい思い出ができたなって思った。なんか私的に沖縄よりも北海道の方が先に仕事で行くことあるかなと思ったの。うん、あ、なるほどね。で、なんか一番ない、なさそうだなと思って。確かに確かに。仙台とか福岡とかの方が、なんか仕事で行く機会あるかなと思ってたんだけど、それよりも一番最初に沖縄に行ったから。だったね。そう、びっくりした。ね、びっくりした。嬉しかったですね、でも聞いた時。そうそうそう。じゃあもう2019年はぜひ、仙台と福岡行きましょう。行きたい。日本の反対側とかも行きたい。日本のあれブラジル。大丈夫？仙台と福岡行きたい。仙台もいきなり飛び越えた。ヤモンだけブラジル行きたい。なんで一人だけ飛ばされるの嫌だよ。一緒に。ブラジルはさすがに遠すぎて大変そうだよ、行くの。でもなるべくね、アンジュレイブいろんな人に知ってほしいからさ、いろんなとこ行きたいなって思った。そう、ブラジルの人にもね。聞こえますかって感じで。ゆあちゃんの声なら聞こえそうな聞こえるかもしれないよ。聞いてるかもしれない。そうだよ、聞いてるかもしれないよ。他になんか印象残ってることある？いっぱいありすぎる、うん、あ、でも、うん、あの番組の収録あったよね、ライブの。そう、歌番組。歌番組初めて出たね。そう、歌番組に出たよね。うん、緊張した。緊張したね。スタジオ歌唱っていうの夢だったから。うん、ねえ、うん。そう、感動したし、緊張したし。ビクビクして、スタジオ入って。ねえ。わかるってね。テレビで見てるやつやる。わかるわかる。このセットみたいな。このセットよく見るやつみたいな。めっちゃ嬉しかったね。また出たいね。え、出たい、出たい、出たい。出たい、出たいよ。なんかバズリズムでも、なんかゆあちゃんが面白かったなって。え、なんかした？なんかゆあちゃん、なんかしたっけ？
なんかここでカメラ目線じゃないだろう。ここでカメラ目線してたよ。カメラ目線じゃダメだよって言われたもん。一人だけ見てたね。テンション上がってすごい。ってたよ。ね。すごい恥ずかしかった。ほな顔でカメラ見ててさ。放送ね。見てこ見てこ。あれじゃない、放送してすぐもうそこだけスクショしてみんなファンの方が、ゆあちゃんだけ見てるって。バレてた、そうそう。バレちゃった。ハッシュタグこっちみんなで。やめてよ、見て見ても。次もね、あったら頑張ろう。あったら頑張る。いっぱい見るぞ。うん。はい、そんなわけで2018年をちょっと振り返りましたが、はい、まだ2018年は残り1ヶ月終わってません。はい、アンジュレには大事な大事なシングルの発売が控えております。はい、私たちアンジュレイブは12月の12日にサードシングル愛しラブをリリースします。もう今回の愛しラブはですね、アイドル感満載の甘いラブソングということで、もう聞きどころはどこですか皆さん。いや、それはもうリカちゃん自分で言ってやった。何やっぱり最後のサビの前にまあなんか言ってる、うん、大好きなのっていう精神かな。あ、聞かまだ聞かして。いや、これは、やっぱラジオ聞いてる人だけだったらダメなの。もうね。そうね。やっぱ顔も作ってるから、その瞬間。だからラジオだけじゃなくて、ライブで直接気に来てもらいたい。ゆあちゃんも言ってみてよ。なんでよ、ゆあちゃん言ってみてよ。たまにはたまには、ゆあもさっきからいっぱい喋ってるから。喋ってる。大きい声で言ってみてよ。言って。ねえ。ねえ、譲り合いしないでください。譲り合いよ。やめよう。ちなみに、で、しようね、みんなで。で、なんかちなみに言うと、その大好きなのに、なんかたまにコール禁止の時があって、なんかその時のシーン感が、リカマルさんは恥ずかしい。この前悲しんでたよね。本当に嫌だ。なんか一人で滑ってるみたいになっちゃう。いつもだったら、ふーってなるのに、シーン。病んでたよね。そう。病んでたの。そう、なんか台本って、あれ何みたいな。みんなに一目散、あれ何嫌なんだけど。で、なんかその時に、なんかライブ中に、じゃあうちらが言ってあげるよみたいな感じで、みんなが言ってくれたのに、あの、一部でそれを学んで二部で、よし、これみんながやってくれるんでよかったと思ってやったら、なんか誰も増えてくれない。忘れてた、私も忘れてた。二回連続滑った人みたいになっちゃって。これ言うのかな言うのかなって思ったけど、躊躇したら誰も言わなくて。ねえ。ああ、よかった。悲しいよ。で、聞いてくださる方はぜひ全力でふーって言ってほしいですね。そうだね。なんか可愛いセリフ。そうそう。なんかそこだけじゃなくて、この曲なんか、俺もっていうコールができるからね。サビでね。めっちゃあるよね、俺もっていうところ。なんだ、俺もしか言ってないじゃない。みんななんかメンバーの名前のコールとかよりも、俺もの方が力入ってる。張り切ってるね。もうだって、初披露した日から俺もが入ってたから。すごかったよね。早かったね。早かった。すごい嬉しそうに俺もって言ってるのがすごい可愛くない？可愛い。確かにね。言いたいんだろうね。みんなニコニコだもんね、その時。みんな満面の笑みだもんね。なんか女の子も俺もって言ってるのがめっちゃ可愛い。確かに可愛い。わかるわかる。可愛いね、女の子が言う俺も。全力で言って。ライブも来てほしいですね。ぜひぜひ。ね、来てね。遊びに来てください。そしてね、CD のジャケットももう発表されてるということで、今回もね、3タイプあって、どれも雰囲気の違うものになってて、じゃあ、ミズピョン、お気に入りはどれですか？いや、もう初回限定も、あの、弟に似てる。ミズキの顔がね、弟に似てる。そっくりだね。アリエルも弟に似てる。なんだろうね、どこからそんな男感出してきたの？なんか、あれ、やっぱあれですよ、なんだっけ、あの、アンニュイな、アンニュイな表情をすると、弟に似ちゃう。確かに。めっちゃ言われたもんね、撮影するとき。アンニュイな表情で。難しかった。難しいって思った組ができなかった。なんか弟かな。弟かな。アンニュイってやっぱ弟かなって。違うよ、意味が。アンニュイな弟嫌じゃない？アンニュイな表情もチェックしてほしいですね。ね、チェック。要チェックでございます。そしてカップリングに、エンジェルサインという曲があるんですけど、そちらはなんと、元 AKB48 さんの松井咲子さんが、ピアニストとして参加してくれました。びっくりだよね、これ、本当に。いや、それ多いというか。ね、初めて聞いたとき、えって書いてあったもん。いいんですか？ね、いいんですか？だって。いいんですか？早く言いたくてたまらない。そう。ウルトウズしてたよ、ずっと。ゆあちゃんが特に。今でもうずうず。いや、もうね、そうそう、うずうずそわそわしちゃった。いや、だってね、そう、この前もなんか他の私たちの番組にも出演してくださったんですけど、その日、もういっぱいたくさん喋って、もう家帰ったら、なんか一人で部屋にいるのに、はぁ、咲子さんしかいなくなっちゃって。えぇ、そうでしょ？なんかもう嬉しくて。
くなっちゃって。ファンの人からタレコミで来てますよ。ファナコンで、ゆあちゃんが、さきこさん、さきこさん、うるさい。その日の夜。そうなの、もう。ずーっとね、はぁ、さきこさん、はぁ、さきこさんみたいな感じになっちゃって。ガチ恋みたいな。そう、なんかもうね、一緒にできたことが嬉しくなっちゃって。それぐらい舞い上がってしまった。でも嬉しいですね。嬉しかったよ、本当に。すごい素敵な機会をいただいたということで、うん、もうすごい豪華な今回シングルになってるので、うん、ね、3曲入ってますが、どれも全部いい曲なの で、 そうです、ね、ぜひ全曲楽しんでもらえたらいいなと思っております、はいはい、ということでね、今回イトシラブについてたくさん話してきたのですが、うん、あっという間にお別れの時間になってしまいました。話したかった、はい、ということで最後にアンジュレーブからインフォメーションです。はい、今月の11月30日は秋葉原カルチャーズ劇場にてラブリードールさんと合同公演を行います。こちらの公演で先ほど言いました松井咲子さんがピアニストとして参加していただいたカップリング曲エンジェルサインを初披露します。やったー。すごい素敵なバラードなアンジュレーブの大人な感じな、うん、アンニュイかな。そう、アンニュイがアンジュレーブのアンニュイが弟になっちゃうかもしれない。そうそう、ライブでは弟にならないでね、本当にライブ中にいないと思ったら弟だって言ってやめてよ、姉みたいな、あれ弟だって言ってやめて、弟いるみたいな、気をつけて、まあね、まあそれも冗談としてもアンニュイの素敵なアンジュレーブが見れること間違いなしなので、ぜひぜひ来てください。はい、その他はですね、その CD の発売イベントをなんと観覧フリーでもうたくさん行っているので、皆さんぜひ来てほしいんですけれども、詳しくはオフィシャルホームページを見ていただければわかるので、ぜひチェックして、ぜひチェックして遊びに来てください。お待ちしております。それでは最後に一曲お送りします。アンジュレーブで愛しラブ。